スポーツ観戦とは、スポーツをテレビビデオを通して観戦したり、スタジアム、競技場まで足を運んで観戦すること。日本では野球、サッカー、相撲、マラソンの観戦が人気がある。スポーツ観戦は、心臓発作、脳卒中、またはその他の危険な状態を引き起こすほどのストレスを体に与えてしまうなど、健康に悪影響を及ぼすと、 ハーバード大学医学院准教授ロバート H、シュマーリングは発表した。スタジアム、競技場などで観戦するためには、競技が行われる、競技場等まで出かける必要がある。また、プロスポーツでは、ほとんどの場合に感染量を徴収される。しかし選手が、目の前でスポーツをしているという臨場感や、同じ趣味を持つ観客との一体感を味わうことが、できる。 自宅等から遠い競技場まで出かける場合、一種の旅行と捉えられる場合もあり、現にスポーツ観戦を目的としたツアーも旅行代理店によって企画されている。一方、テレビラジオビデオなどでの観戦は自宅で気軽に楽しめるメリットがある。一部のペーパービューなどを除けば観戦に費用もかからない。さらに多くのカメラによる中継やアナウンサーによる的確な 実況があれば、競技場等よりも、選手の動きや試合、演技の流れがつかみやすいというメリットもある。テレビ中継の場合、リプレイ画像もある。両者の中間に位置するものとして、スポーツバー等での観戦が挙げられる。これは、スポーツ観戦を趣味とする者が特定の店舗に集って、テレビ等で観戦するものであり、臨場感はないが、他のファンとの一体感を味わうことができる。 店舗に限らず試合が行われていない競技場や広場等のスクリーンの前にファンが集まって観戦することはしばしば行われている。これはパブリックビューイングと呼ばれ、日本ではサッカーの観戦でこのような例がよく見られる。スポーツ観戦を趣味とする者の,の中には、普段はテレビ等で観戦し、時々競技場等に足を運ぶ者が多い。 例えば年間100を超える試合を開催するプロ野球の試合をすべてスタジアムで観戦することは困難であるためプロ野球ファンのほとんどはこのタイプと思われる。近年ではスポーツ観戦を観光資源と捉えスポーツ観戦客を周辺の観光に呼び込むことで地域活性化の起爆剤にしようという取り組みも行われつつある。NHK 放送文化研究所世論調査部 日本人の好きなもの、http://www.ttcn.ne.jp://honkawa.3989c.html。社会実情データズロック、can ウォッチング、スポーツ B、bad for your h e ハーバードヘルスパブリッシング、https:/www. ヘルス、ハーバードエドゥー。 ブログ、can watching sports be but for your health-2 兆190億111万5751スポーツビジネスについては、関東経済産業局スポーツビジネスの現状に、詳しい。感染方法と現代社会のコミュニケーションや、グローバル化などとの関連についても研究されているほか、感染者を消費者とみなして消費者行動を分析する、試みもなされている。 観光庁スポーツ観光推進室2011年スポーツ観光記者発表資料 http://www.mlit.go.jp://000135939.pdf <ポー>ありがとうございます。